2007年の阪神タイガースでは、2007年の阪神タイガースにおける動向をまとめる。2007年の阪神タイガースは、岡田明信監督の4年目のシーズンである。就任4年目の岡田監督は、今年こそ優勝すると、意気込んで開幕を迎えるが、前年までの大黒柱、井川慶がアメリカに行き、2桁勝っていた福原忍。 安藤優也が故障で出遅れた影響が響き、前半戦は前年 B クラスの巨人が開幕から首位を、ひた走ると、中日ともども追いかける展開が続いた。6月には巨人に、最大で11ゲーム最上をつけられ、優勝は愚か A クラス入りでさえを絶望しされた。7月6日から、上位の中日、巨人との試合が交互で5カードあり、そこで10勝3敗に中止でも追い。 8月に入ると、息切れの横浜に代わって3位に入り借金を返済すると、8月下旬から10連勝で巨人を抜き去り首位に浮上。しかし53年ぶりに規定投球回答達者が不在だった先発陣の駒不足と7月からの猛追いを支えて、北中継投手陣にへばりが出てきてくると、勝負どころの9月下旬に8連敗を喫し、 最終的には3位でシーズンを終えた。この年から導入のクライマックスシリーズには中日に2連敗で終戦した。日本生命セパ交流戦本節では前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。色付けは規定投球回数以上の選手。ありがとうございます。